はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、じゃがいもになります。じゃがいも、新しい土地でちょっとね、植え付けていきたいなと思います。そして今日はですね、簡単に耕運機を使ってできるですね、植え付け方っていうのがね、ありますので、早速ご紹介していきたいと思います。で、この動画を見ることによって結構ね、暑くなってきまして、畑作業ですね、結構大変になってくる時期にもなってきたかなって、ね、思うんですけれども、はい、簡単にですね、植え付けることができるようになりますので、よければね、参考にしてみてください、はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、今、メイクイーンと北あかりですね、こちらのジャガイモの、種がね、あります。こちらはホームセンターで購入しまして、かれこれ1ヶ月ぐらい経つんですけれども、はい、皆さんもね、種は購入されましたでしょうか。場合によってはですね、なかなかこんな風にですね、芽が生えてきてしまって、まだ畑に植えるのは早くてちょっと困ってるよってね、方もいらっしゃるかなってね、思います。でもですね、大丈夫です。これ暗いところでちょっと保管していたんですけれども、もう植え付けね、近くなりましたら、外に出して光に当ててあげるってことが大切になります。ただ一気に光に当ててしまいますと、ちょっとね、目が焼けてしまうってこともありますので、半木陰ですねの場所で、はい、ちょっとね、置いといてあげるとよかったりします。ではまずはメイクインですね、これ袋をねからちょっと出しておきたいと思います。これね、茎ですね、折ってしまうと、もったいないですので、なるべく折らないようにちょっとね、そーっと取っておきます。保管する時も新聞紙とか引いて、このね、袋から出してあげるとジャガイモが呼吸しやすくてよかったりしますので、皆さんもね、まだね、袋に入れて保管しているよって方は、ね、そんな風にちょっと取り出してあげるといいかなと思います。そして、段ボールでもね、いいですし、こういうね、トレーですね、でもいいですので、このようにちょっとね、置いて並べてね、置きます。これね、並べておくことによって光が、当たりやすくなりますので、それで芽がですね、元気よくなってきます。そしてじゃがいもをこうやって見ていただくと、ここに、お尻ですね、じゃがいもがもともとついていたストロンというね、ものがあるんですけれども、その、ものとは反対側にこうやって芽ができやすいんですね。なのでこのお尻を、下にして、このようにですね、縦に、やって置いて、それでね、光を当てるようにしてもいいかなと思います。ただこれメイクインの場合はちょっと細長いので、縦にすると倒れちゃうので、今回はこんな感じで横に並べておきたいと思います。これだいたいメイクイン、1キロで300円ほど入っていましたけれども、数数えますと13個ですね、13個のジャガイモですね、ありますね。はい、これで OK です。じゃあ同じくですね、反対、北あかりもやっていきたいなと思います、ね。なるべく光に当ててあげることによって、ひょろひょろ苗ではなく、強いね、根元の、苗がね、太くなるんですね。それが太くなればなるだけ、より強いジャガイモが成長していきますので、そんなイメージで、はい、育ててね、いくといいかなってね、思います。北あかりと分かるようにこのね、ところに置いておきます。はい、見てみてください。こんな感じで今ね、じゃがいもの芽がね、出ています。ちょっとこの部分ね、かびてしまっていますけれども、でも光に当てればここからまたね、復活して、これが今ね、ちょっと色っぽくなってるじゃないですか、色がついてるじゃないですか、これがだんだん濃くなって、より太く成長していきますので、はい、大丈夫です。なので、なるべく光が当たるように、このお尻の部分ですね、お尻の部分を下にして、はい、立てて、保存、光に当てるようにするといいです。そしてだいたい、そうですね、1週間ほどですね、経ちましたら、こちらは実際に、光に直射日光の、当たるところに置いて、それでさらに、光に当てて、慣らしてあげると、よりね、種芋としてバッチリになっていきますので、そんなイメージでじゃがいもですね、種芋の準備って形でやっていただくといいかなと思います。
はい、見てみてください。こんなにねしっかりと、生き生きとしたジャガイモ元気よくね育っていきそうな感じになっていますので、もう今年ね暖かいですので、そろそろ僕はね畑一部は植え付けましたけれども、本植えって形で、どんどんね植え付けて育てていきたいと思います。楽しみです。はい、もう一個ですね、こちらはじゃーん見てみてください。こちらはデストロイヤーという品種の、はい、種芋になります。こちらも箱に入れていたままでしたので、しっかりと光に当てて強い芽を出させていきたいと思います。春じゃがいもの場合はこれ半分にカットしてやっていきますので、よりたくさん種芋の、準備種芋ですねを作ることができます。一つのじゃがいもから二つのね種芋ができますので、だいたい一つのじゃがいも植え付けていきますと8個から10個ぐらいできるんですね。なのでこれ半分にすると20個ぐらいできるという計算になりますので、なので一つのじゃがいもから20倍ですねになるという計算になります。なのでこちらはねどんどんと、はい、大きくねなれるようにしっかり光に当てて育ちやすい準備をですねしといてあげるとよかったりします。じゃがいもはねやっぱり育てていて面白いですね。収穫しがいのある野菜ですので、ほんのねちょっとのものからたくさん収穫できるというね野菜になりますので、どんどん毎年ね好きになっています。結構芽がねたくさん出てきています。そして今ねほとんどのジャガイモ出ているんですけれども、まれにですね芽が出てこないねジャガイモもあります。そういったジャガイモの場合はまあちょっとだけここねほんのり出てきていますので、光にしっかり当てていけば大丈夫だと思うんですけれども、はい、こういったねものもありますので、もしかしたら中がね腐っていったりする可能性もありますので、まあカットしてそれでねちょっと育てられるようにしていきたいなってね思います。はい、こちらはですねデストロイヤー言われていまして、正式名称はグランドペチカというジャガイモになります。このように芽出しをしまして、もうねかなり芽が出てきましたので、もうそろそろ植え付けていきたいなと思います。このようにですね光にちょっとね植え付ける数日間ですね、1週間ぐらいは当てておくことによって芽が強くなるんですね。はい、ここの根元とかね見ていただくとこんな感じでこう茎がね太く成長しているなっていうのがねわかるかなってね思います。これで植え付けてあげるとしっかりと芽が出てきて大きく成長ですねしていきますので、こんな感じでね育てていました。ではですねここですね植え付けするまたね、2、3日前ですねに、半分にねカットしていきます。じゃがいもは半分にカットしていくことによって一つのジャガイモから二つの種芋がね作ることができます。なので例えばここの部分ですね、ここの部分を半分にカットします。ちょうど芽が半分になるぐらいなイメージですね。はい、してこのようにカットしますと、はい、見てみてください。グランドペチカの中はですねこんな感じでちょっと栗色っぽい感じの、はい、とてもね綺麗な、ジャガイモの、ね、断面になっているなっていうのが分かります。これホクホクとしてすごいね美味しいです。そして反対側見てみますと芽ですね、芽が今ここ2箇所ですね、1箇所2箇所あります。こちらも1箇所2箇所ありますので、はい、2箇所からですね芽が出てくるというねイメージになります。そしてここをですね自然乾燥ですねをさせてあげるといいです。この時ちょっと芽が出しすぎてしまいますと、ポキってね折れてしまうことがありますので、ちょっと今回芽がね大きくなりすぎちゃったんですけれども、そこは慎重に、はい、折らないように、やってねいきたいなと思います。このジャガイモはねだいたい3月ぐらいに植え付けるのが一般的で、今日は2月、下旬になってきていますので、もうちょっと時期を分けながらやっていきたいなと思いまして、半分だけねカットして、もう半分ですねこちらはカットして、こちらはカットしないで、もうちょっとねあの時期ですねを見て植え付け時期が近くなったら作業していきたいなってね思います。はい、じゃあこちらも芽がね結構出てますよね。あとですねここが芽のへその部分になります、中心の部分になります。この中心の部分と反対側に
こうね、目がたくさん、集中して出やすくなっていますので、まあ、ここを中心として、目を中心としてカットしてあげるようにするといいかなってね、思います。ね、結構カッターだけでも結構ね、綺麗に、切ることができます。あとは均一にならない場合は、ちょっとね、ねじりまして、まっすぐ切らないで、目が半分になるようにちょっとこうギザギザな風な感じですね。はい、凹凸ができますけれども、そんな感じで目をなるべく、はい、均等になるようにやっていくといいかなってね、思います。これはもう明らかに左右ですねに分かれているので、こういった場合は目を中心にしないでも真ん中をカットしてしまっていいかなってね、思います。はい、これね、どんどんね、カットしていきます。はい、できました。はい、いかがでしょうか。ちょっとね、このように半分にね、カットしました。種芋もともとね、このぐらいでしたけれども、半分にしたので、ここね、まあ、当たり前なんですけど、倍になりまして、かなりたくさん、植えられる環境を作ることができました。じゃあこれね、しっかりと乾かして、そして乾かしたらですね、畑に植え付けてやってね、いきたいなって思います。今年はたくさん育ててね、いけそうです。楽しみです。はい、一番最初に耕してからですね、かれこれ1ヶ月ぐらい経ちました。もう今日はね、3月の、上旬になりますので、じゃがいもね、植え付けていきたいなと思います。今回はですね、簡単に、植え付けられる方法ですね。そういったところをですね、じゃがいも、はい、このね、根気を使ってですね、作業していきたいなと思います。じゃあもう一度ちょっとね、耕して、さらにね、土をですね、またふかふかにしていきたいなと思います。ね、ふかふかな土ほど植物ね、根を張って育ちやすくなります。はい、今ですね、ふかふか土にやることができました。ではですね、今日はですね、こちらの、耕運機の、培土機ですね、これを使ってちょっとね、作業していきたいなってね、思います。これを使うことによって簡単に畝をですね、作ることができます。ちょっとこれをですね、早速取り付けていきたいなってね、思います。取り付け方は簡単です。ここの横のサイドのね、部分ですね、ここ、ここはね、車輪にね、取り付けられるんですね。車輪を、取り付けを一回これね、外します。こうやってピンが入っていますので、よいしょ、ピンは抜きまして、はい、こちらの車輪ですね、を抜いていきます。そして代わりに、こちらの部分ですね、こちらの培土機の部分をここを取り付けていきます。はい、これで OK です。そしてピンで固定をしていきたいと思います。はい、OK です。これで固定ができました。これで、培土機ですねを、使いまして、畝をですね、作っていきたいなってね、思います。はい、できました。あ、見てみてください。こんな感じで、はい、綺麗にね、畝を作ることができましたね。初めてやりましたけれども、結構ね、簡単に、はい、綺麗なね、畝ですね、作ることができました。
はい、そして今回ですね、目出しをしていまして、こちらデストロイヤーというものとか、メイクインとか、北あかり、そして、アンデス赤とか、インカの目覚めですね。この、6種類をですね、今回はちょっとね、植え付けていきたいなってね、思います。では、アンデス赤ですね、こちらを植え付けていきたいなってね、思います。この靴ですね、1個分ですね、ずつ植え付けていきます。今回は種芋が小さいですので、カットしないでそのまま植え付けていきたいと思います。だいたい1個あたりに、そうですね、30g から60g でですね、そのぐらいのジャガイモの重さをものをですね、植え付けていくと良かったりします。種芋を購入した時に結構ね、大きいものがあったりするんですけれども、それが結構 100g とか大きかったりするんですね。なので、そういったものはですね、半分にカットして、このね、春のジャガイモね、育てるときはですね、そんな風にして育てていただくといいかなってね、思います。はい。では次はですね、メークイーンを植え付けていきたいと思います。メークイーンは、はい、切り口を下にしていきまして、植え付けていきます。メークイーンの見た目は、皮がちょっと黄色くて長細いのが特徴になります。これはですね、お芋としては、柔らかくてふかふかしているのが特徴になります。なので煮物で料理、特にカレーとかですね、そういったものの煮崩れがね、しにくかったり、あと煮物や料理とか、そういったもので育てられます、ね、バランスは崩さないように注意をしながら、はい、植え付けていきます。こんな感じですね。はい、メイクイーン OK の次は北あかりを植え付けていきます。北あかりは見た目はメイクインよりも少し黄色いものになってまん丸になっています。甘くて食べるともちもちしているのが特徴になります。フライドポテトやポテトサラダ、そういった料理で結構食べられたりしています。今年は3月になって急にね、寒くなったりとかしてね、結構ね、気候に翻弄されやすいです。でもね、こういうね、気候ですけれども、しっかりとこの時期に雨降ったりですね、することによって土がしっかりと湿って、それで、ね、植物が育ちやすいね、準備ができていきますので、自然のこれが摂理なんだろうかなってね、思いながらちょっとね、育てて家庭菜園しています。はい、次はデストロイヤーですね。植え付けていきます。デストロイヤーはこんな感じですね。はい、こういう風にですね、結構ね、もう乾燥しているんですけれども、はい、目がね、強いのが特徴的です。じゃあしっかりね、やっていきます。グランドペチカは色と形としては、皮が赤みかかった茶色で、形は少し不規則な長さが特徴的になります。味はジャガイモの中でとても甘く、焼き芋にするととてもその甘さが引き立ちます。ホクトクトクした食感があり、まるでスイートポテトの味わいのようなものが楽しめます。育てやすさとしては寒さに強い品種で、特に寒冷地での栽培に適しています。日本ではあまり一般的ではないので、これね、取り寄せたんですけれども、皆さんもね、良ければ試してみてください。はい、では最後インカの目覚めですね、入れていきます。インカの目覚めは色と形としては皮は普通のジャガイモの感じなんですけれども、中は黄色いのが特徴になります。形は比較的小さめで丸いです。味としては甘みが強くホクホクとした食感があります。独特の風味もあり、サラダや揚げ物などいろいろな料理でその味を楽しむことができます。よし、はい、できました。はい、いかがでしょうか。このようにですね、はい、しっかりとジャガイモを植え付けることができました。結構ね、まっすぐな綺麗な畝をね、作って、はい、まっすぐですね、植え付けられたかなってね、思います。いいですね。ではですね、最後に冷気を使ってここの場所にですね、はい、土をかけていきたいと思います。
クワとかね、スコップでもいいんですけれども、冷気を、かけてあげることで、冷気の方が結構ね、簡単に、ね、作業できるんですね。しかも、綺麗にまっすぐですね、できやすかったりしますので、はい、それを使ってやっていきたいなってね、思います。じゃあ土ね、かけていきます。だいたいそうですね、10センチから15センチぐらいですね。そのぐらい土をかぶせといてあげるとジャガイモが育ちやすくなります。あまり深いとうまくね発芽しないってこともありますので、はい、適量ですね、土をかけてあげるといいかなってね思うところです。前後からですね、前後からこのように、はい、ね、冷気を使って、均等に土をかけていきます。そして、鳴らしていく感じですね。そうすれば平らになりますので、雨水が、偏ることもないですので、いいかなってね、思います。そして、最後に、この上から、不織布とか、防虫ネットとかですね、かけてあげると、結構暖かくね、なりやすいんですね。まだ霜が出たりとか、結構寒い日が多かったりしますので、そうしますと、せっかくね、芽を出させて植えたものが、ね、枯れてしまうってことがあったりしますので、そういったことをね、防ぐ種実の、はい、しっかりとですね、暖かい対策もしておくといいかなってね、思います。僕はちょっとね、玉ねぎとか別の野菜で使った不織布がありますので、それを使って、はい、ちょっとね、綺麗にできるようにやっていきたいなってね、思うところです。あとは本来なら、このジャガイモの間にですね、肥料とかね、入れたりするんですけれども、今回の場合は、ここ結構ね、米ぬか入れたりとか、そういった天然の資材入れていますので、特にね、ですね、なくても元気よく育っていくかなってね、思います。まあね、芽が出てきて、ちょっとね、成長が悪いなって思いましたら、後で追肥をしていきます。あまり肥料が多いと病気の原因になってしまうこともありますので、そういったね、病気を発生させないようにするためにもですね、しっかりと、はい、そういうね、対策をして、肥料のね、量に注意をしながら、はい、育てていきたいなってね、思います。はい、綺麗にね、はい、植え付けることができました。いいですね。これで芽がね、出てくるの楽しみです。いい感じにね、植え付けられました。はい、では最後に不織布を上からかけていきたいなってね、思います。今日もね、朝雪がね、降って、うっすらね、車の上とか積もったんですけれども、こういう感じ、ね、なので、こうね、降ってしまいますと、もし芽が出ていた時ですね、そういった時に、結構ね、枯れちゃうってことがね、あるんですね、それで。そして一発で枯れたら、もうね、リカバリーするのが難しかったりしますので、はい、こんな感じで不織布をですね、上からそーっとね、ふんわりかけといてあげるとよかったりします。そして四隅の部分に軽く土ですね、をかけといてあげると、それだけで簡単に保温ですね、がされます。で、そういうのをね、利用しながら、ちょっとね、作業をしていきたいなってね思います。はい、簡単ではねありますけれども、このように、はい、保温ですねしていきました。これね暖かくねなりますので、霜にもですねやられにくくなります。そしてちょっとね、土をですね乗せるだけで風ですね吹いてもそこまで飛んでいく心配もないですので、こんな感じでねちょっとね作業をしていきたいなってね思います。そして芽が出てきたらですね、もうね、そして霜の心配がなくなったら、これはね片していきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、じゃがいも、はい、耕運機の梅土機をね使いまして、簡単に畝を作ってやっていくことができました。結構ねあれぐらいの大きさのものをですね、じゃがいも植え付けようとなると、畝作るだけでもね結構大変だったりするんですけれども、はい、とてもね楽にですね作ることができましたので、はい、皆さんもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。
それでは失礼します。